デーガンの風化によって削り出された、コンクリーションコンクリーションは、堆積物の採接粒子間の隙間に鉱物が積質、充填することによって凝結したものを指す。いわば天然のセメントである。通常、球形あるいは卵型だが、不規則な形状になっていることもある。ノジュールと区別されないで用いられていることもあるが、本来、ノジュールとは、 周囲とは異なる鉱物の球状界のことで、堆積岩中のものとは限らない。18世紀頃から地質学的な記録があり、恐竜の卵、動植物の化石、地球外物質あるいは人工物ではないかと考えられていた。霊岩中の炭酸子をコンクリーションは生物起源と考えられ、有機物中の炭素と海水中のカルシウムなどが結合し、 崩壊石などの鉱物が沈殿してできる。このため、コンクリーションには化石が含まれていることが多い。その形成速度は数週間数ヶ月程度と考えられている。砂岩中のコンクリーションの成因ははっきりしないが水の蒸発による無機的な沈殿と考えられている。コンクリーションの大きさは直径数ミリメートルのものから、 直径3メートルに達するような巨大なものまで様々である。ノースダコタ州のセオドアルーツベルト国立公園で見つかる巨大な赤色のコンクリーションは直径約3メートルもある。エジプトファイユーム盆地からは直径9メートルの球場、コンクリーションが見つかっている。コンクリーションは通常含んでいる岩石と色が似ており、球場、円盤状、環状、武道状、 または包状など様々な集合体を成していることがある。コンクリーションのセメント物質は、普通崩壊石などであるが、ドロマイトアンケライトシデライト、重昇石や石膏、高鉄鉱や白鉄鉱プリントのような非昇質、またはインビ昇質のシリカ、カッ鉄鉱や赤鉄鉱などの水酸化鉄、または酸化鉄などであることもある。 普通は、主に一つの鉱物からなっているが、形成環境条件によっては、複数の鉱物でできていることもある。例えば、硫酸塩還元バクテリアに応答して生成する炭酸脂をコンクリーションには少量の気鉄鉱が含まれる。主にデイガン、血岩及び砂岩層から算出し、一見すると、歴や化石であるかのように見える。 化石などを核として形成されていることもあるが、コンクリーション自体は化石ではない。地層中に層理面に沿って点在し、風化、浸食によって路頭から突き出ていたり、崩れ落ちて下に散らばっていたりしする。火星探査機オポチュニティによって、火星上でも小さなコンクリーションが発見され、ブルーベリーと呼ばれている。化学組成、形状、サイズ、成因などによって、 様々なタイプのコンクリーションが見つかっている。セプタリアンコンクリーションの断面。セプタリアンコンクリーションもしくは亀甲石は、セプタリアンのジュールとも呼ばれ、セプタリアと呼ばれる割れ目状の構造を持つ。セプタリアは、亀裂を意味する、ラテン語のセプテムに由来する。亀裂の形状は様々で、コンクリージョンの大きさや収縮の程度において、非常に変化しやすい。 亀裂がコンクリージョンの円に向かって細くなっていることから円辺部の方が硬く内部は比較的柔らかかったと考えられる形成プロセスは分かっていない粘土や有機物に富んだ中心部の脱水による収縮有機物の腐敗によって生じるガスによる膨張地震や圧密による内部のモロ性破壊や収縮など多くのメカニズムが提案されている 地下水から沈殿した崩壊石を含むことが多く、シデライトや高鉄鋼によって内部の亀裂内の壁面が覆われていることがある。モエラキ海岸のコンクリーションセプタリアンコンクリーションの恒例といえるのがニュージーランド南東のモエラキ海岸のモエラキ、ボルダーである。モエラキ層のデガンに含まれていた直径が3メートルもある球場、コンクリーションが海岸に落ちている。 泥粒子が崩壊石でセメントされたコンクリーション内部にできた亀裂は崩壊石、石英、泥マイトによって充填されている。同様な巨大なコンクリーションはニュージーランド北島ホキアンガ南岸のコーツボールダーでも見られる。もっと小さくて典型的なセプタリアンコンクリーションとしてはイングランドのウェセックス海岸に沿いの崖の金マりジ粘土中で見つかるものがある。 大砲のように巨大な球場、コンクリーションを指す。ノースダコタ州モートンとスーカウンティを流れるキャノンボール川沿いで見つかるものは直径3メートルに達することがあり、砂とシルト粒子が崩壊石によってセメントされてできたものである。ユタ州北東部及びワイオミング州のフロンティア層の砂岩の路頭からは直径4から6メートルにも及ぶ同様のコンクリーションが発見されており、 砂粒子が崩壊石によってセメントされて形成されたものである。カンザス州オタワ郡のロックシティでは直径が6メートルにもなる巨大なコンクリーションが見られる。ニュージーランド南東モラ駅海岸と北島のコーツボールダーのコンクリーションもキャノンボールコンクリーションと言える。オンタリオ州ケトルポイント近くのヒューロン湖畔ではケトルと呼ばれているものも典型的なキャノンボールコンクリーションである。 その他、カナダ、ユーコン・ジュン州・ヘインズ・ジャイクション付近のスピッツベルゲン、東グリーンランドのジェームソンランド、ボスニア・ヘルツェゴビナのザビドビチ、アラスカのキャプテン・クック州立公園やコディア・ック島、中国・コ・ミナミ省などでも報告がある。モキマーブルと呼ばれる鉄コンクリーション、ユタ州、ナバホ・サガンから産出する。モキマーブルは、アメリカ・ユタ州南東部のナバホ・サガンから大量に、 見つかる鉄分を主成分とするコンクリーションである。普通球場であるが、ディスク状であったり、複数がつながったものなど、様々な形状のものも見られる。沿道豆から野球ボールサイズまで大きさの範囲も広い。地下水に溶けた鉄の沈殿によって形成されたと考えられてきた。活性上で見つかった小さなコンクリーション、ブルーベリーとの類似性が指摘され、 その声援が研究されている。吉田イトール2018吉光石アイストーン。www.istone.org.2020 年10月20日閲覧。セプテリアンディクショナリー .reference.com 2014年3月20日閲覧。ダンシーピートエヌダニーデンノースアンドサウスオタゴウェリントン GP Books, ISBN 0-477014380, アーカイブドコピー。80, 2011年7月8日時点のオリジナルより、アーカイブ。2010年5月13日閲覧。ジョバロジェクルサーベイ、プロフェッショナルペーパー。US ガバメントプリンティングオフィス。2017年11月23日、閲覧。ザエポックタイムズ。 ミステリアスヒュージストーン X ディスカバードインフナンプロビンス。2007年4月21日時点のオリジナルより、アーカイブ。2007年4月21日閲覧。ミステリーズオブサンドストームカラーズカンクレションズイン、コロラドプラトーキャニオンカントリー。2015年12月1日閲覧。オンアース、アズイットイーズ、オンマー,ーズ、ネイチャー429。 707-708ネイチャー2017年12月31日閲覧ありがとうございます。